ちょうどその本当に亜種系の色が熱に弱くて偶然ああい こう色味になってしまったとおっしゃってましたけど、はい、あの色味を、うん、なんだろう、すごくうまく引き立たせた写真になってるなってすごく思って、はいはい、あの色味があることによる立体感の強調だったりとか、うん、はい、あとやっぱり絞りとの関係もありますけど、はい、すごく特に正面から撮られている方なんかは、うん、ものすごく髪の毛の奥行き感っていうのを、はい、私ポートレートの撮影の時って割と髪の毛が 黒っぽく、まあ、落ちちゃう、どっちかというと顔とか目とかに意識を持っていく撮影が多いので、はい、髪の毛の部分もそこまで意識されて撮ってる方が少ないと思うんですけれど、うん、髪の立体感と奥行き感というか、さっきのトレベのライティングっていうのも手伝ってると思うんですけれど、うん、すごくはっきりと分かる、うん、カットだったなって思って、正面からのものがあって、はい、そういう部分の意識っていうのは、あえてのちょっと開き気味にしてもちろん意識してやられてると思うんですけど、はい、やっぱポイントはあるんですか？さっきも話に出たみたいに、この写真だとこの平面になっちゃうんで、押し花みたいにこう潰された状態になっちゃうんですね。だからその立体感っていうのをやっぱ感じづらいと思うんですね。で、今回の場合はこの髪の毛の色も相まって、そのすごく何ですかね、普通の写真でいう奥行きって、もう人物があって奥行きって言ったら遠いですけど、ここの頭の小さいこの中での奥行き感をやっぱり感じるようにしたいっていうのはやっぱりあって、でそこにその明るい髪の毛の色の部分があったり、暗い髪の毛の部分があったりすることによって、そこがこう動きが出てたり、このデコボコしていることによって、その髪型の中で奥行き感が作られていると思うんですけど、そこの部分を写真でもピントが合ってる部分とピントが合ってない部分、ピントが合ってるところとそのボケてる部分ですね、そこを頭のこの狭い頭の中でも作ってあげることによって、そういう奥行き感をより感じやすくするっていうのは、この寄って撮るときっていうのは結構やってる感じですかね。それも開放とかで撮ってらっしゃる？そうですね、開けてる感じですね。はい、結構開け気味ですかね。全然ちょっとそのカメラ的な話ですけど、はい、開放で寄りでライティングして撮っていると、その色の収差だったりとか、はい、そういう部分結構こういうシビアなね、髪の毛の色とかちゃんと出さなきゃいけないとか、肌の色質感も出さなきゃいけないっていう時に、開放で撮るのをちょっと嫌がる方もいるんじゃないかなと思うんですけど、レンズの性能上、そこら辺はあまり気にされないですか？あんま気にしてないですね。50の1、2とかは結構開放の寄りで撮ると結構収差が、色収差が出るんですよね。だからこっちは85でしたっけ？これ85かな。全然確かにこれ85ですね。1.2 だと明るすぎるから、どうしてもそうなっちゃう。いや、 1.2 のやつはどっちかというとそっちよりも周辺光量の落ち方の方が気になると思うんですよね。だけど逆にそれが可愛かったりすることがあって、そのより周辺光量落ちて真ん中にこうスポットライトが当たってるみたいな感じになるんで、その50の 1.2 とかだと、ね、そうです、そこにこうクローズアップされるじゃないですか、だからそのなんていうか癖が悪いっていうよりかは、その周辺光に落ちてるのをうまく使って活かした方が、いい作品になることが多いですかね。逆にそういうシチュエーションの方が、はい、珍しいじゃないですか、はいはい、だからそれが珍しくて目なんですかね、珍しく見えるから、ちょっと目を引くポイントにもしやすいですかね。なるほど。やっぱりそういう部分は生かして、生かしていった方が、実際に使っていくという感じですかね。はい、